はい、こんにちは、レトスの大野です。2月7日の3問に入ります。普通定当権でも値定当権でも設定契約を締結するためには非担保債権を特定する必要がある、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ×ですね。普通定当権は非担保債権が特定されている必要があるんですけれども、値定当権は非担保債権が特定されている必要はありません。よって本問は誤りになります。で、この問題ちょっとややこしいんですよね。非担保債権って何なのかとか、ちょっといろいろ解説すべきところありますので、別途動画でお伝えいたします。動画についてはこちらの右上のお知らせボタン、もしくはこの動画、終わった最後にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問い2ですね。宅建業者 A、公建知事免許を持った宅建業者 A は、高検知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、高検知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることができる、丸か×かという問題です。答えは×です。2年ではなくて1年ですね。1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができます。まず、指示処分に従わなかった場合、これは業務停止処分事由に該当するんですね。まあ、今回で言うと業務停止処分を行うと。で、この場合、業務停止の期間というのは1年以内でなければなりません。したがって、高検知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることはできませんので、誤りです。まあ、これは基本的な問題なんで、絶対頭に入れておきましょう。もう業務停止の期間というのは1年以内だって、これも覚えたらいいだけなので、これは覚えちゃって構いません。で、3番ですね。都市計画法です。市街地開発事業の施工区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。まず、市街地開発事業ってどんなものかっていうと、もう簡単に言ったらですね、もう公共事業って思っていただいて構わないです。で、この都市計画事業も一つのね、公共事業なので、もう公共事業といったイメージでもう問題ないです。で、公共事業のこの施工区域で、事業の障害になる恐れがある行為を行う場合、この具体例が建物の建築なんですね。これ事業の施工の恐れになりますよね。公共事業を行っていくっていうのに建物を建てたりしたら、その土地に建物を建てたりしたら邪魔じゃないですか。事業の障害になりますよね。そのような行為を行う場合は、知事の許可が原則必要になってくるんですね。だから、丸です。で、ポイントっていうのは実はこれ3つあるんですね。で、無料のメルマガ、まあ、今回の無料の動画ですね。では、2つお伝えいたします。まず、1つ目ですね。都市計画事業の1つとして、市街地開発事業があるんだということです。これ先ほどお伝えした内容ですね。都市計画事業っていうのはいくつかあるんですよ。具体的な内容が。その一つに市街地開発事業があるんだということです。で、二つ目。市街地開発事業の施工区域内で一定の行為を行うもの。この一定の行為っていうのは今回の問題文にもある通り、建物を建てたりする行為ですね。そのようなことを行う人っていうのは原則知事の許可が必要なんだよ。これも今回の問題文の内容ですね。で、今回の問題についてはこの2つだけでも解けますので、最低限頭に入れておいてください。で、もう一つのポイントについては、個別指導でお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、ぜひですね、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そして、問1でお伝えした、普通定当権と値定当権の非担保債権の違いについては、真ん中の動画、ご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。